皆さんこんにちは、シュウです。今回フェニックスの HP25R のヘッドライトを紹介させていただきます。こちらです。こちらはヘッドライトの本体です。こっちは電池を入れるケースです。電池ケースです。こちら本体の長さ、本体のサイズは約 6×5×3.5cm です。こちら後ろの電池ケースのサイズは約 8×5×3.5cm です。電池を入れない状態でこの全部の重さ約 185g です。こちら使用電池は1本の 18650 の充電電池です。このハイドライトの中付属しています。電池ケースの下はこれ充電口です。皆さんこのヘッドライトの本体の照明を見てください。これ2つのライトがついています。こちらはフロードライティングモードのライトです。こちらはスポットライティングモードのライトです。これスイッチも2つがあります。これはフロードライティングモード、こちらはスポットライティングモードのスイッチです。次はまずはフロードライティングモードの紹介します。こちらのスイッチです。こちらモードの明るさは4段階があります。一番明るいのは350ルーメンです。一番低いのは4ルーメンです。これ見てください。これ一番低い4ルーメンです。こちらのライトをついています。スイッチを押すだけでこの明るさが変わります。これ一番明るいのは350ルーメンです。こちらの最大フロードライティングモードの状態で最大の照射距離は44メートルです。この状態で電池の使う時間は 2.5 時間から約150時間使えます。次はスポットライティングモードです。こちらのスイッチです。こちらのモードで明るさはもう4段階があります。一番明るいのは1000ルーメンです。低いは30ルーメンです。これスイッチちょっと長押して、これ30ルーメン、一番低いの30ルーメン。スイッチを押して明るさがだんだん明るくなります。これは1000ルーメンです。このスポットライティングモードの状態で一番最大の照射距離は109メートルです。電池の使用時間は 4.5 時間から42時間半まで使えます。あとこれ下ちょっと小さいのライトがついています。
これ。フロードライティングモードを少し一回押して、この赤いのライトが点灯しています。もう一回押すと点滅になります。もう一回押して、ちょっと長押して、このフロードライティングモードに入ります。こちらのライトはこのスポートライティングモードのスイッチを3秒くらい押して、この電池の電量はどのくらい残るか検索できます。3秒くらい押して、あ、こちら、この札、これ2つのライトを全部点滅していると、この 電量は 30% から 70% ぐらい残っています。もしこちらのフロードライティングモードのライトだけ点滅していると電量は 70% くらい残っています。この赤いのライトを点滅してだけ点滅しているとこの電量は 30% 以下になっています。こちらは頭にかぶると、こういう風にかぶっています。こちらの平等部は約60度回れます。あとこちらはこのヘッドライトの付属品です。フェニックスの HP25R のヘッドライトを紹介しました。ありがとうございます。